本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 ヤシ OK、 よーさ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。突然ですが、ホワイトノイズマシンって知っていますか？今回紹介する商品は、均一なバックグラウンドノイズを生成することで周囲の騒音を効果的に遮断し、より早く眠りにつける深い睡眠を維持するのに役立つ便利アイテムです。快眠以外にも、ここぞという時に集中したい方にもとてもおすすめです。興味がある方はぜひ最後まで動画をご覧ください。開封の儀、こちらでございます。正面、サイド、開けていきます。取説、すべて日本語。ストラップ、タイプ C 充電ケーブル、これくらいの長さです。こちら本体、おお、こちらでございます。正面、裏、直径約6センチ、厚み 2.2、 重さ 47g、 とても軽いです。マイクロ SD カードの差し込み口、電源のオンオフのスイッチ、そしてタイプ C 端子、あとこちら全てボタンとなっております。コンパクトで場所を取らない。こちら本体、たった 2.1 センチの厚さ。見た目通りコンパクトサイズのため、ポケットやカバンに収納が可能です。また付属しているこちらのストラップ、つけていきたいと思います。ストラップ穴も初めからついています。このストラップをつけることで吊り下げ収納も可能です。ホワイトノイズマシンとは、こちらホワイトノイズマシン、単なる睡眠補助機器ではありません。外部の騒音に敏感な方にも効果的なアイテムです。入眠で悩んでいる方、育児に忙しいお母様お父様、仕事に集中したいビジネスパーソン、こういった方々にこのホワイトノイズマシンは静かな空間を作り出し、今よりも生活の幸福度を上げてくれるかもしれません。切り替え簡単、26種のサウンド対応。このホワイトノイズマシン、なんと全26種の心を癒してくれる癒しサウンドに対応しています。こちら9つの各ボタンには2、3種の同じタイプのサウンド、ボタンを最大3回押すことで聴きたい曲が流せます。ホワイトノイズ、ピンクノイズ、ブラウンノイズ、水の流れ、雨の音、鳥のさえずり、シンギングボール、ファン、キャンプファイヤー、これらのサウンドをボタンで音を響かせることができます。操作方法について、では早速ですが、実際に音を聞いていきたいと思います。まずはこの電源ボタンですね、こちらをオンに切り替えます。はい、オンにしました。はい、ザーという音ですね。あ、いいですね。鳥のさえずり、今川の流れです。川のせせらぎ、長時間使用について音を流すというわけで、気になる再生時間なんですけども、こちら本体にですね、バッテリーが内蔵されています。1回の充電でなんと15時間連続動作をさせることができます。そんなわけで、長時間での外出でもバッテリー切れを心配することはございません。ちなみに充電ケーブルは付属もしてます、タイプ C 充電ケーブル。便利なスマホコントロールについて、先ほどこちら実際に触って操作をして体験してみましたが、なんとこちらのホワイトノイズマシンはお持ちのスマホと接続をすることによって、サウンドマシンを直接操作しなくても手元のスマホで音を操作することができます。またこちらの端子、イヤホンにも対応しているため、公共の場でも他人に心配をかけることなく、心地よい音でリラックスすることができます。無段階音量調整について、音を奏でるアイテムということで、音量は0から70デシベルまで調整が可能です。なんとこちら28段階音を切り替えることができます。ちなみに本体から音量を変える際は、1回1回ボタンを押す必要がございます。
はい、こちら、ここをトップとするとこの一番下、停止ボタンがあります。こちらを1回押すと止まります。そしてこちら音量です。最小が、はい、消えました。お休みタイマー機能について、はい、本体ですね、見ますとこちら砂時計のマークがついております。こちらがお休みタイマーです。このタイマー設定は30分、60分、90分と設定が可能です。またメモリー機能も搭載しています。ちなみにこちらは設定をしない場合は前回電源をオンにするだけで前回の設定を受け継ぐことができます。こちらホワイトノイズマシン、いかがだったでしょうか。赤ちゃんから大人まで睡眠や騒音に悩まれている方、こういった方にとてもおすすめな商品となっています。ちなみにこちら本体なんですけども、充電器としても使えるこのタイプ C に対応したイヤホンを持っている方はこちらにつなげることで音をイヤホンで聞くことも可能です。イヤホン端子ではありませんのでご注意ください。こちら Bluetooth モードがありまして、この一番下を3回押すことで Bluetooth モードに切り替わります。こちら長押しということで、ということはですね、スマートフォンに入っている音楽だったりアプリの YouTube の音声をこちらでなんと音を流すこともできます。実際にやってみたいと思います。では、設定画面を見ます。商品名は MA01 ですね。すぐ繋がりました。では早速ですね、自分の YouTube 音源を再生してみたいと思います。本番いきます。よー、カメラ OK、 音 OK、 ラジオ OK、よー、さあどうも皆さんこんにちは、監督の監督です。場所、はい、というわけでですね、スピーカーにもなります。またこちらのカードなんですけども、はい、このカードもですね、ご自身のマイクロ USB カードを持っていますと、そこにですね音楽を入れてこちらに差し込むことで超小型スピーカーとして使うこともできます。めちゃめちゃ便利。もう一回長押しすると、はい、戻ります。個人的にですね、鳥のさえずりがですねいいですね。雨、というわけで一通り聞いてきました。実際に体感してみましたが、コンパクトさでは結構音を大きく響かせることができておりました。ちなみにスピーカーはこの模様ですね、ここから音が発せられます。操作方法については、一回短く押すと再生、一時停止、長押しをすると Bluetooth カードモードに切り替えができます。また一番下の左右ですね、戻る、進む、こちらは短く単押しをすると音量です。長押しをすると、次のサウンドに切り替えることができます。ホワイトノイズマシーン、いかがだったでしょうか。この商品興味が出てきましたら、ぜひ詳細をご覧ください。お値段もお手軽でとてもおすすめです。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。ホワイトノイズマシーン、デザインとても良くてスピーカーにもなるので、一つ持っていてもいいかもしれません。本番いきます。周囲の騒音、このストラップをつけ、外部な騒音、ワンちゃんに聞かせてみます。